オコーン、ヒジカルの陰謀トーク、今回もよろしくお願いします。おますさて、はい、今日の話題は、狼、うん、男伝説。オオ男昔からあるわけですけど、この伝説に、えーま、つわるお話というか ただの伝説なのか、うん、ただのおとぎ話なのか、うん、実際にこういうことは今現代でもあるのかどうか。うん、それをこうお話ししていきたいと思います。うんはい、は,いはい、はい。はい。どうもこの狼男っていうと、ちょっと漫画チックなイメージがね、うん、ありますよね。まあ、ハリウッド映画でもう何回も狼男映画っていうのを出てくるわけですし。ハリーポッターシリーズにも狼男って出てきますけど、はい、まあ二種類ありましたよね。うん、ハリーポッターの中では、まあまあ、あの。 あるいもこう伝説のもと書かれた話なので2種類あって一つはそのまあ人間がその自分の意思で動物にこう変身することができるバーパターンと満月の時に自分の意思とは関係なく狼男になってしまう。 大きく分けるとそういう2種類があるみたいな。ふうに、うん、まあ、ハリポッターでは説明していましたけど、なるほど,ね、どうなんでしょう？あのー、結構その狼。 男のの話といはは歴史的に古いものとしては、ね、例えば旧約聖書の「ダニエル書」というのがありますが、はい、ここに出てくる話で、えー、ネブカドネザルという王様がですねこれは実際にいた王様だそうです、うん、紀元前605年頃、えーえー、王だった人なんですがこの人がその神様に狼に変身させられてしまって、うん、7年間苦しんで,、まあ、で悟りを開くというようなそんな話がですね、えーえー、旧約聖書には載っているんですけど。 他にもそのギリシャ神話にもですねあの男が罰として狼に変身させられる話などがあったり要するに世界中に人間がその動物に変身するというそういう神話は、えー、昔から存在するんですね、うん、でこれ地域によって、まあ、狼じゃなかったレパードだったりとかハイエナだったり虎だったりクマだったりクーガーなど様々なんですけど あの特にですね、えー、20世紀初頭の,あのアフリカをこう探索していたあのヨーロッパの,その軍人たちのこう証言によく登場するんですって、えー、これ例えばですね1915年にですね北ナイジェリアでエッジ・えー H、ショットというこのこのキャプテンというその軍員なんですけどあのこの人が書き残している話としては非常に大きなこうハイエナがあのー に遭遇したんですで,で銃でそのハイエナをこうガーンと撃ったところを下顎にこう当たってハイエナは逃げていったわけですね。うんえー、で足跡をたどっていくとある村に到着してするとそこでお葬式が行われていて<う>、えー、その村のナンバー2が下顎を撃たれて亡くなっていたと。<う>ね、でその亡くなった人というのは偉大なシェイプシフターだったと聞かされたと。こういうい類の話がこうたくさん あるんですがシェイプシフターって知らない方のためにまあネイティブアメリカンのこう伝説に出てくるシェイプシフトはい、はい、要は自分の体を要はコントロールして人間から動物に変えることができる、はい、っていうことをシェイプシフターって言ってまあインディアン的にはまあカラスになったりワシになったりオ,オカミになったりバッファローになったりとかそういうまあ神話が,があま伝説みたいなものですね。 残っているわけけなんですけど、ええ、もちろんこれただの偶然かもしれないし作り話かもしれないしあとはまた例えばその動物の毛皮を羽織ってうろうろしている、ええ、まあそのシェイプシフターっていうのもあの要は本当にこう変身してるわけではなくてそういうこう動物の毛皮なんかを羽織ってもう動物になりきるそ,、ね、そういうあのことだったのかもしれないしわ、ええ、からないんですけど。 ただあの実際にですねそういう精神的な症状があるそうです。これ日本語で、ね、見つけられなかったんですが英語でライケン r ロ p ーというふうに言うんですけどこれ非常に稀な症状というふうに言われていますが本人にとっては非常にリアルに動物に変身した気になるんですね。うん、もちろんその姿形が動物になってしまうわけではないですよ、うん、その普通の人なんですけど。本人としてはもう完全に、えー 動物になってしまって、えー、食べ物も人間の食べ物を食べなくなってしまってあのもう動物のような振る舞いになってしまうという、ね、まあ要,は要は精神障害みたいな,たいなの、まあ、精神障害とまでは言わないんですが<ー>一つのこう症状という言い方をするんですね<ー>クリニカル・ライケンスラピーという症状でこれはまあずっとあのドキュメントされてきたあの医学の世界でもドキュメントされてきたあの症状の一つなんですがその原因もも,もちろんその治療方法 もよく分かっていないんですが、うん、あの実際にその病院で,です、ね、そのライケントラピーという症状が出ている人の,あの脳のスキャンなんかにも成功しているそうなんです、でその脳のスキャンなんかを見ると、やっぱりその普通の人とは違う脳の部分が異常に活性化していて、うんえー、本人にとってはこう動物に完全に変身している気分、ま,あ、また人間に戻ったりするんですね、うん、だから覚えてるんですね、もう完全にその動物になっていた時とかっていうのね。はいはい で歴史的にはです、ね、アルメニアの王様で、えー、トリダテス3世がです、ね、この症状に苦しんで当時、アルメニアという国はキリスト教徒ではなかったそうなんですが、うん、彼を治療したと言われている人がキリスト教徒の人だったために王はその感謝の意を込めてアルメニアをキリスト教徒の国に変えたという逸話が残っているんですね。でまああのー 例えば日本だと、えー、こういう症状その昔はその狐に化かされたとかタヌキに化かされたなどという、ね、<ー>あの言い方をしていたんだと思うんですけど実は僕のおばあちゃんがこの症状があの出たという話を僕本人から聞いていまして<う>あ<の>あなたのおばあちゃん僕のおばあちゃんがですね おばあちゃんがまだ若い時の話なんですけど、いやいやあの子供だった時に夜こう寝ていたら、うんうん、あの金縛りになったそうなんです。<う>ね、あのこう胸の上にこうあの動物がこう乗っている感覚がしたそうなんですよ。いやいやで、そっから。 あの何も覚えていないらしいんですがそのひいおばあちゃんの話によると三日、三晩、うん、もう完全に動物のようになってしまって<ー>布団の中から出てこなかったとうもう声とかも,もう完全に動物だったそのうーみたいな感じになってしまうちなみに何の動物 <are> それは分かんないですよね。おばあちゃんが言ってたのは、ね、やっぱり狐に化かされたとかっていうふうに、えー、言っていましたけど。 あのまあうなり声を上げて<う>、えー、とにかくその周りの家族とかも警戒して<ー>完全にそのいつもの,あのおばあちゃんではなくなってしまったうそうです,、ね、そうです子供の頃なんです大、ね、き<ー>くなってから僕はその話を聞いたんですが、うん、でもまあだ僕のおばあちゃんでもあるぐらいですから意外とこのライケントラピーという病状はそんなにものすごく稀なものではなくて<は>意外とあるものなのかもしれないなとこれ、ね、のうん 遺伝子にじゃありが入っていたとしたら、<laughs> 僕<も>。あれも毛深いから、ちょっと。<laughs> いつその獣になってしまうかね。番口、えー、になったら面白いですけど、ね。わからないですけどね。<laughs> うん、でも、まあ、それ以外のこう話としても、その動物となんていうんですかね。そのある特定の動物と、こう。あのー、これは、まあ。南米などのそのシャーマンたちが持っていた術と言われていますが。うん、あの、完全にこうリンクすることができる技っていうのかな。うん、あのー。 例えばそのあるシャマンがですねあのこう、えー、こう鳥だったと思うんだけどね特定の,その動物に乗り移ることができたと。はい 言われていていそこにこう乗り移ると、うん、もうその鳥からの目線で、うん、物が見えるらしいんですね。はいはい、で、そのはるか彼方遠いところにその鳥はいることによって、あのそれでその離れているその、えー、川をですね、そのイギリス兵たちがこうスティンボ乗ってこう上がってきてるのを見たらしいんですよ。うん、で、それすぐそれをこう鳥になって彼は見ているから、村人たちに3ヶ月後ぐらいにあのイギリスの兵がやってくるよと、俺鳥になって見たから、うん、で実際にやって。きたとその手の手 話もたくさまあインディアンの中ではよくある話ですよね、うん、そうやってまあだから水を探すとか、うんえー、そういうまあえー、アメリカではバッファロー狩りの時にバッファローのえー、がどの辺に生息するかっていうのをシャーマンに頼んで、うんはい、鳥の目線から見てもらうみたいなことも、うんうん、あとはなんかカスタネーダっていう、えー、考古学者で考古学者でしたっけ彼は。 あの何年間も、えー、そのメキシコの、えー、シャーマンの弟子として生活した、えー、お話を、まあ、十何冊の本にしたのかな僕も全部読みましたけどね、うんまあ、その中にも出てきますよね、うん、彼はその、まあ、鳥だけではなく、うんまあ、彼の本を読んでいると要はカラスとかに。 そのまあ、ドン・ファンっていう、はいえー、先生のもと、はいまあ、ドン・ファンっていうのがそのシャーマンなわけですけどもともとドン・ファンのもといろいろな、えー、ペヨテという、えー、サボテンの種をあとは。えー、と 他の植物を粉状にしてそれを吸って幻覚症状を起こしていわゆる幻覚,幻,覚幻覚作用がある植物などを摂取して,てなんか、うん、あの犬と、はい、あのコミュニケーションしたりできるみたいなその中で、まあ、カスタネダの話だとドンファンが乗り移るのではなくカラスになってしまうとか、うん、で本人も何かあの。 そのシャーマンと一緒にそういう幻覚剤を、えー、注入して確かなんか、えー、評価なんかになってメキシコの高原をなんかも,ものすごいスピードで走り回るみたいなでも彼は確かその乗り移るかなんか本当にそうなるみたいな。うんうん だから人間がもうシェイプシフトして変わるみたいなうん、うん、そういう表現の仕方をしてましたをそういうふうに、ね、見えてしまう病状もあるらしいんですね、うん、その幻覚剤を取ることによって、えー、その周りの人がもうみんな動物になった変身したように見えてしまうと、えー、まうそれは幻覚なんでしょうけど、あのー、でも本当にそのまあ意識のところで言うとね その意識学というまあ言葉が最近出てきましたけどその意識というのがよく分かっていないというねうう、まあ、例えば、脳を例えばあるその転換の治療で昔あった、まあ、治療らしいんですけど脳ってまあ左と右とこう分かれてますよねその間をこう切断する、えー、ことによってその転換を止めるという荒行が昔あったらしいんですね。それをすることによって 要はあの2つの意識が。<laughs> 一つの体の体中にあの混在するるっていうことがありだからその意識の性質っていうのがよく分かっていない、えーえー、要するにまあ僕たちは常にその意識ってのは一つだと思っているけど、うん、実はその左の脳と右の脳と違う意識を持っているっていう説もあるんですよ、ねうん、だからその意識を例えば他の動物に乗り移ったりとか、うん、動物がその自分のこう意識にこう乗り移ったりとかっていうことはもしかしたらありえるのかもしれないし、うん、まあこの ラライケントピーっていうその病状が病状っていうか症状があるところとあとまあ,あのその狼男の伝説っていうのはまあ多毛症とこれは肉体的なこれもただ毛深いっていうだけのことなんですけどそういうのがこう合わさってその狼男の伝説というのはこうできてきたのかなというふうに思いますよね。ああと昔あれですよ日本の祈祷に話を 聞いたところ、うん、そのさっき出ていた日本の狸とか狐、はい、に騙されるみたいなところで、うん、その鬼闘士はあの、まあ、四次元とかあの我々の目には見えない、まあ、霊体を、うん、まあ見ることができるということで、うんうん、だいたい狐狸に騙されるっていう伝説の話はどこから来たかというといまだにその,その,あの霊はいて 彼女曰くまあまあ例の世界っていろいろあるじゃないですか守護霊とか <laughs> まあ日本でも天 <laughs> アメリカでは天使とかって言われたりとか守り神とかうん,、うん、なんか死神だの、うん、えとあななんでしたか落ち武者の霊とかなんかっていろいろあって,あって、うん、その中の霊の中で要はあの次元の低いいたずらをする人に不幸を与えるマイナスエネルギーを持った霊がその あの動物的霊だっていうふうに彼女は表現していて非常に次元の低い霊でその霊がその人間に乗り移ると要は彼女が見えるのはなんか毛深いなんか動物的なまあツネタヌキと昔の人は表現してたらしいですけどまあそういう獣だもの的な霊が。 後ろに見えるでその匂いもやっぱり獣の匂いがその人から獣の匂いがその人からするとそれが映ってる人まあ彼女も何人か見たことあるそうなんですけどその人たちって乗り移ってる間すごい霊感が強くなるだからその時に限って直感が働いたりとかあの。 まあ、だからあのいろいろな,こうなんか宝くじ当てちゃったりとか競馬の、ねうん、優勝馬当てちゃったりとかするとうん、うん、わあ、すごいこの人パワーがあるみたいな、うん、だろうみたいな、うん、で勝手に自分はそのパワーを持ったと思って。うんまあ 例えばこう信者が集まって教祖さんになったりとかだから今まである、うん、カルト教の教祖さんっていうのは,はい、はい、そういう例がついた、うん、あでしょうみたいなことを祈祷師が言っていてただし昔の伝説にあるように狐と狸っていうのは人を騙すみたいなうん、うん、結局その例っていうのは半年ぐらいとか、うん、長くても1年とか。うん そんまあ、2年とかしかつかしつなないそうなんですよ、うん、で一回そうやっていたずらしてポーンって離れちゃうと、うん、その乗り移った人の霊感っていうのは完全に消えてしまうら。ね、でそこで最終的に何か詐欺師だとか、うん、そういう何かカルト教祖だとかっていうふうに言われるのが「うん、そうなんだよデイブ」みたいなそういう説明を聞いたことあって、うんな,ね、な,なんとなく、まあ、納得したっていうか何、うん、か面白い話だなと、うん、か思う そういうところからまたこういうおみ的な話とかが来るのかなっていうふうにう、ね、まあでもさ人間は本当エゴイスティックだからさ、うん、もう絶対的に自分を上だと見てるよね、えー、その動物の例とかっていうのは必ずもう下みたいなそ<う>何を根拠にさ、ね、そのさ <laughs> 次元が低いとか言ってるのがちょっと僕には理解できないですまあ表現の仕方がその獣とかまあで、ね、んか面白いだからに日本の伝統からどうなんだろうだから他の 西洋だとさ、狼とか。そうでが、乗り移るとかさ、ね、になるけど、うん、日本だと今度は狸になるわけじゃない。いや、だから、この。すのまあ、その、ライケントロピーっていう、その症状を調べたところ、はやっぱりその文化的な背景があって、うん、まあ、日本とかだと、その狐とかさ。狸とかって言うんですけど、けどまあ、あの。 ね、他のところだとクーガーだったりとかその土地にあるこうその動物にこう例えられることが多いので、うん、あのどうなんでしょうね別にそのキツネタヌキが特別な能力を持ってるということではなくて世界中にこれはある。 あの人間のその意識の症状の一つというふうにあの医学的には見ているそうですね。なるほどね。うん、だから医学が発達する中でこういうのがだん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 分かってくるというか、うん、こういう伝説まあ<で>あとは、うん、だまあそういう伝説には必ずそういうあ,ある種の後ろ盾というか本当のこの話というのがあると、ね、あと昔のなんかあれ,、うん、あれあるじゃないですかエジプトの、えー、古代エジプトの神で、えー、犬の頭をした神 あれ名前忘れちゃったけどああいうのも出たりとか要はその動物の人間のハーフみたいなのが神になったりとかっていうお話もありますけどスフィンクスもねライオンの胴体に人間の頭みたいなそういうあと何でしたっけ鹿の胴体に人間の体古代エジプトの。 神はアヌビスでしたっけアヌビスもいるしでもそのいわゆるその動物だけじゃなくて動物のハーフ人間のこうハイブリッドというか、まあ、キ,メキメラというのかなはもう本当世界中にたくさんいますよね,いますよねたくさんいますねあとあ聞いた話だと、えーえー、宇宙人にアブダクトされた、えー、の話だと、ね、猫宇宙人 っってている知ますす猫宇宙人でか検索すると出てきますよ、ちょっと可愛らしい猫顔をした宇宙人っていうのめちゃくちゃ可愛いですよ、か可いい女の子が猫のメイクをしたみたいなそういう宇宙人の顔が出てくるけど猫型宇宙人、猫性から来てるらしいですよ、それも興味のある方で、そうそう、それ、めちゃ可愛いでしょ、これ。なるほどね後で ちょっとコスプレいどうしまますす付き合猫宇宙人と。いや、チャンスあったらね。チャンスあったら行きますか。ねねちょっと行きますよね。爬虫類宇宙人よりは、よっぽど昆虫型宇宙人昆虫型は絶対無理ですよね。いいですよね。なんでカマキリみたいな顔してるやつは嫌ですね。いくら可愛くてもカマキリはお断りということで。ってなわけで。 また、おかみ男。はい。まあね、満月じゃないですね、今日ね。あの昨日、昨日と、満月の時にさ、ありをチェックしましょうよ。あなた DNA に入ってるわけだから。ライケントラピーが。そうそちゃんとね、おばあちゃんでしたけておばあちゃんが。覚醒遺伝っていうのはあるんでね。あるんで。遺伝してくかもしれない。ちょっと、次回は満月にお送りしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。